はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ブレイブリーセカンド、前回の続きからやっていきたいと思います。前回ですね、この聖騎士と戦えないっていう状況に陥ってましたけれども、まあ、ちょっとどうやらですね、聖騎士の剣と聖騎士の盾を外した状態で話しかけると戦えるみたいなんで、まあ、大元帥の盾と大元帥の剣は外しました。で、エクスカリバーですね、大元帥の剣の方が強いんだけど、まあとりあえず外さないといけないということで、これでいけるみたいなんで、ちょっと話してみましょう。おお、ほんとだ。イベントが始まった。お父様、ここはクリスタルの巫女の祈祷医を、私にとっては、ほんほんほん、イデア、そしてこの地に結集した同志たちの姿を見てもなお大穴に備えた。いろいろあったんだな、ここで。教団を倒し、奪った国をどのように、三日三晩の激論の末、そんなこと、こんなところで激論したんだ、洞窟の中で。お前は大元帥の剣を得て、しかしどうしたこと。そうだよ、身にまとってるとこいつと戦えないって言うからさ、外したんだよわざわざ。そのどちら、それがお前が出した答えだというのか。そうだよ、だってしかとするじゃんお前。その通りだ。そう、え、何も考えてないんだけど。国が国である以上、敵をのさばらせないためにも、ふんふんふん、国だから私は、国が国である以上、怒ってたけどね、普通に。何があっても民を守り通すために、国を治める者に、堅牢な盾って牢獄にも怒ってたし、何なんだ。国を治める者に必要ちゃんと保管しろよ。二つの、敵を倒す大、民を守る大いなる力を得ようとして、うんうん、それは手に入れた力を、そうだな、力を手にすると人間変わるからな。全てが、金を手にすると人間変わるのと一緒だな。正義をなさんと、民を守るために堅固な敵を得ながらにして、信綱に見送られ、ああ、信綱ってあれか、神泉か。惑い痛みを耐え、仲間と出会い、死の、よ、お前に、おお、最終試練、こいつとの決戦か。最後の試練を与えよう。いざ。結局4対1かよ、またと思ったら、部下がいた、部下が変な棒みてえなの持ってんな。とりあえずまずはちょっと雑魚敵の排除ってね、これはやっとかないとめんどくさいことになるんで、マグノリアもこれにするか。で、月魔法をちょっと使いましょう。やっぱり物理防御力を上げるのは重要ですからね。3人分の怒りでいけるかな。フィジカルガード、神々の怒り、相手ってて500か、そこそこ食らうな。うわ、1500も食らう。あれ、同じダメージなのに。ってことは、とりあえずこの衛兵は攻撃で倒すか。うん、重ね掛けしとくか。今防御力何パーセント？ 130% か。防御は固めとこう。デフォルトしてきた。オラ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 、うおー、リバーサルってなんやねん。フィジカルアップ、デフォルト、めっちゃデフォルトしてくんな。あ、デフォルトしてなかったか。で、回復してジャイアントキル、あっぶんね。おお、これはあれか、デフォルト突き破る系か。危険だ、フィジカルガードで上げとこう、常に上げとこう。こいつガードしてくるな。とりあえず U だけにしとこう。で、マグノリアは一応エビ隊をやっとこう。で、フィジカルアップで通常攻撃にしとくか。うわ、やっぱデフォルトしてきたか。危ない。お、結構通るな。リバーサルって何やねん、めっちゃ溜まるんだけど、BP が。これはもうあれでしょう。
攻撃してくるでしょう。総攻撃開始だ。攻撃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 で、イデアはとりあえずフィジカルガード常に絶やさないようにしとこう。こいつなんかあるか。あ、ウルフファンか。ほら、いけ、くらえ、くらえ。よし、よかったな。と思ったらまだまだじゃねえよ。3万か。3万くらいだったらでもいけんじゃねえ。これでも1万いったっしょ。1万4000、1万9000、まあ2万と考えよう。2万5000で攻撃して、攻撃してフィジカルアップで攻撃すればもう倒せるっしょ。うわ、めっちゃ BP 使ってきたな。よーし、まだだ。どんだけ復活すんだよこいつ。3万か。もう3万かな。んー、デフォルト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 で今回耐えよう。おお、ジャイアントキル、シャインブラスト突き破られた。ケアルガ、ジャイアントキル、うわ強い。うわ、めっちゃ狙われてる。ここ絶対ガードしてくんなこいつ。ケアルが、いやちょっと待って、一回ブレイブを使って、あ、間違えた。ケアルガと、そしてフィジカルガードを重ねよう。でデフォルト、何、シャインブラスト使ってきた。いって、ケアルガ、これ絶対あれやってくるよ。エビ隊にしとこ、間違えた、バーザクなんて使っちゃったよ。デフォルトだな。お、何、防御力が起こってるじゃなくて攻撃力が落ちてるか。うーん、どうするか。 U だけちょっと使うか。マグノリアはエビ隊だな。フィジカルアップとケアルガで、こいつは攻撃。おー、デフォルトしてきたか。バイソン砲900、まあでも1000は通るのか。ケアルガで、ユーは攻撃だな。でマグノリアは全生命力を使って、いいのねえな。攻撃力は強いけど技がいいのないな。で月魔法のフィジカルガードで固めて、こっちも攻撃だな。ウルフファング、バイソンホーン、このパターンがやっぱ一番使える。ガードアップ、くらえ、くらえ。よし、いい加減くたばれ。強くなった。おお、こいつはなんでこんな復活してきたんだ。先制術師がやっぱ一番使えますね。もうマスターになってるけど安定する。よし、これ聖騎士のアスタリスクか。聖騎士ってどんなやつだっけ。堅牢な守備力も備えたアタッカー。シャインブラスト、これがよくわからん。あ、そうだ、デフォルトを貫くのか。ランパート、なんかプロテスみたいなのが。おお、すげえ。負けたか、こうなることを。大丈夫か。お父様、何、二度と剣は持てぬとまで言われたこの体。そうだっけ、だから3万しか引き取れてなかったんだ。十分すぎるくらいに動いてくれた。めっちゃ復活してきたけど。さて、お、なんかくれる。エタルニア公国の元帥の証。お、初めて見た。大元帥、そんなもん持ってたのか。これでお前は国を治める者が持つ力をすべて。一国の主じゃん。そう、そして、そう。
大元帥イゼアリーになった。エタルニア。はい。大元帥の杖を手に入れた。すげえもん手に入れたな。数日後。あら、イデア。ほら、お母様ではありませんか。お母様。お父さんとお母さんはここ。ここでって。ええ、客も承知よ。うん。これからここはブレイブの森の仕立て屋って。へえ。大丈夫よ。それよりイデア。え。お父さんたらここで暮らすって決めてからも一度もあの鎧を脱ごうともしないのよ。こいつを脱ぐとだな。どうにも軽くてその修行だな。これは亀仙人の修行みたいな感じっすね。今しばらく森の仕立て屋が失礼します。頼まれていた品をお届けに参りました。アナゼルバイヤ ー、こちらがバイヤーじゃねえかおめえ。いつの間にバイヤーのバイトなんてしだしたんだ。ありがとう、アナゼル。お前は時給800円だ。うん。で、誰にでもできるパッチワーク入門。アプリケとか。なんだっけ、ピノコしかわかんない。アッチョンプリケかピノコは。うん、あと。無論だ。手始めにイデアに。それとも信綱に手縫いのジンベイ。ジンベイとか縫うの超すごくね。ケイトのマフ。あなた。初心者にしてはレベル高すぎだろ。客来ねえだろうな、こんなところだと。儲かってる？でもまあこいつらもともと元帥だったから金はあるのか。よし、まあ聖騎士はしなくていいかな。イデアをちょっと先生術師から時窓師に戻すか。デモンズロットだ結局。ああ、これはあれか。僧侶系か。よし、じゃあちょっと、王様に会いに行きますか。もうなんか数日経っちゃったみたいだけど。アニエス様、どんだけ待ってんだろうな。あいつらどこ行ってんだよ、みたいな。何日待たせりゃ気が済むんだ。結局また夜になるし。夜になっちゃったよ、結局。これあれかな、夜でもお城入れんのかな。カルディスラ、夜の街を徘徊する。だいたいドラクエとかだと夜入れないんですよね。うわ入れんなこいつら、突っ立ってんな一日中。大変なことだ。待たせたな。あれアナゼルいるじゃん。お前バイヤーとして暮らしをしてんじゃないのかよ。はいえな。アニエ様、もういらしてたんですね。急にカルディスラが人々の意識に現れて。しかし今をというと、我々からすると記憶のこの国の人たちからすると、世界の方が突然意識の中に現れたという感じだそうだ。ん？どういうこと？よくわからん。それで風の巫女、この事態において我が国はどうしたらよろしいものでしょう。え、なんで王様なんだから自分で決めろよ。以前と変わる。治ったんだね、腕の怪我。傷。そう、よかった。本当だな。ファイヤーにこんなところまで来て、まあ、時給800円で。ねえねえ、ところで陽子のこと何かわかった？お、キツネか。陽子。一体。イデア。何何、陽子のこと追ってんじゃないの、はい、お前。まあ、魔王の出現経路についてよ。これ多分ね、月を経由してないでね、いきなりルクセンダルクに現れたんだよ。だほら、確かに僕らは魔王について知らなすぎるんだね。確かに魔王がなんでそんないっぱいいるのかもよくわかんないし。このいやいや仕方のないことだよ。さあ皆様お疲れでしょう。今日のところは
宿屋でお休みになってください。お、宿を手配してくれたのか。ありがとう。もちろん宿代は王様持ちだよね。How could I be so kid? お、なんか気づいたか。魔王バスター、そんなに思いつ、俺だって本当に正義。ありがとう。誰か知っている人はいないかな。上司は上司。大根は。お、アルタイルじゃねえか。言葉は猫そうい。真に価値があるのは。君たち魔王のことについて知りたいようだね。グッドニュースとバッドニュース、どちらから聞きたいかね。このパターン。うん。すげえ。おそらくだが。グッドグレイビー。残念ながら。なるほど、関連してるということね。魔王の正体。ベガの死ね。ベガの死ね。ベガってなんだっけ？サイコクラッシャーアタック使うやつだっけ？サイコクラッシャー。ベガって全然違えし、まあ、そりゃそうか。またお前が原因かよ。どんだけ迷惑かけるやつ気が済むんだ、このアルタイルとかいうやつ。魔王、あれはすべて恥ずかしながら。私と彼女の思い出を語る。なるほど。思い出が全然わからん。おそらくベガの私、深海からルクセンダルクへ。深海ってなんだっけ。強烈な思念が。ひどいやつですね。本当だよ。アルタイルさん、深海へ行ってベガさんを救い出しましょう。簡単に言うな。ありがとう、ヒフ。そう、無理なんだよ。私もベガには会いたかったからね。死ぬ気で頑張れば。気持ちだけでも嬉しいよ。なかなかの冗談を言ってきますね、こいつは。何？本当にずっと会いたいと願い続けて。いいやつは、私もベガが利用されているのは許せない。何とかしてやりたい、君たち。もし魔王バース、そうよ。仲間か。しかしここに来て新たな手がかりを見つかった。確かにあの妖精はあいつマジ何なんだ。ご主人様がどうこうとかとも。そうだね。アンネを探し出すんだ、心より。え、探し出すんだって言われても。あ、ここはあれじゃないか、ノルエンデに続く洞窟じゃないか。一番最初の始まりはここからだったんだ。懐かしい。そこに何がある。お、これはアンネ蝶々。ああ、アンネだ。こんなところに深海とルクセンダルクを結ぶルートがあったと。今まで月を排除することばかり考えていま。だってなるほど。ここからいくらで、しかも月の妨害を受けないから。こいつ一人でこんなこと言ってんのかな。かなり危ねえな。いやいや、そればかりか。ただ気がかりなのは、いつも邪魔ばかりして。しかもでもどうしてあいつらそんなことができたのかしら。あの砂時計の力、一体どうやって。そんなもん知らねえよ。おお、独り言は終わったか。しかも夜に旅立つのか。行ってくるぜ親父。お前はずっとここに突っ立ってんだな。大変だな。一晩100ピークで宿屋を経営してるのか。商売成り立ってんのかな。宿屋が一番商売成り立ってないよな、これ。ユウ、どこへ向かおうというのですか？俺だって知らねえよ。でも、あそこに行くしかないんだろ、要は。おお、サブイベントが発生してる。サブイベント先に行こう。ちょ、真ん中の上の方っすね。行くぜ！何のサブイベントだ？全然わかんない。あとなんかジョブ余ってたっけ。まあ、いや、ここは全然行ってねえな。
でもちょっとジョブを見ると、そうっすよね、この輪っかあと1個、最後のジョブか。こことここの間ちょうどすっぴんの上だから、やっぱ最後のジョブだ。なんだ、何がある、セーブしよう。 OK。 あ、そうだ、洞窟向かう後にエンカウントをゼロにしてたんだ。なんだ、吸血鬼城、しかも宝石が6個ある。キーストーン、キーストーンってなんだっけ。どういうことです。とだよ、全然わかんねえ、忘れちゃったよ。誰かが中に入った。私たちも入ってみる。中はとんでもなく寒いわよ。文句が一番寒そうだよな。上半身裸じゃん。鍛え抜かれた肉体で寒さをものともしないって感じ。あれ、アナゼルの兜がある。吸血鬼城、相変わらず外よりも寒いのね。来たことはあるんですか。うん、アニエス、あれはアナゼルの兜。アナゼル、落ち着くんだイデア。おお、吸血鬼城。お、サブがいきなりある。これいきなり始まるのか。はやっ、ちょっと先に探索をしよう。左側は何にもない。なんか起こってんな。あと敵は、んー、打撃は通りそうな気がする。いけ、くらえ。おお、弱点エクスカリバー。あ、そういや、もう大元帥の剣装備してもいいのか。強い、ペガサス流星剣、マジ強い。セルベルスってなんだ。ちょっと大元帥の剣にしよう。これ光か、光の方がいいかな。ここは、うん、外しちゃった。これどうやって見んだっけ。光属性が不要。エクスカリバー売れんだ。ハイポーションいらねー。サブの左上に宝箱があるってことは、これだけじゃ終わんないのかな。おお、犬、犬を狩る。うわ、マジかよ、倍返しかよ、これはきついぞ。やばいやばいやばい、この反撃系がね厳しいんすよね。やられたらやり返す。三倍返しのやつもいたからな、そういえば。あの犬はじゃあちょっと危険ということで。でも攻撃するしかないからな。魔法って言っても弱いしな。カチャッと。エーテルかよ。ろくなものが置いてないな、ここは。うん、こいつらは大丈夫だ。安心して狩れる。こっちはなんもない。じゃあちょっとサブに行くか。ヘイ。あれ？この絵は。お、キツネさんじゃねえか。ヨーコ、アナゼルは。お、お、お、なんだなんだ。久しぶりじゃのう、ウダイ人よ。お、久しぶり。ヨーコ、ヨーコ。待つんだ。仮面の男は無事じゃ。それにのう、今回ここは吸血鬼城。知りたいものが、知りたいことを。おお、すげえ。どうじゃ。追求するよ。ならば会は上がってくるがよかろう。ディズ、
エンカウンターの力はこの館では無効じゃ。何？いかにルクセンダルクの神の力とはいえ、所詮は後遺症のような。ここは私の管轄じゃからの。わかりました。のう、その上の階。なるほど。あれ、なんでいきなりくつろいでんだ。何、あんなやつの言うことなんだ。エンカウンターが通用しないっていうことだよ。おお、ペンダント。これがいつも。いや、元気じゃん。てか、兜かぶってんじゃん。話せ。ああ、危なかった。もう一人で無茶しない。何、ブツって。もうバカ。ああ、切ったのか。でもどうする。ええ、何も誘いに乗ってやること。いや、ね、ジョブ欲しい。ジョブキツネ。え、帰るの。真実。なんでこいつら帰る勢いなんだよ。おかしいだろ。おーっと、なかなかのエンカウント率だな。お、カブカブじゃねえの。ガブガブだし。買って、よし。触ると戻る。これ触ってないよ。触ってねえだろ今のは。あれ、てかなんだ、なんで一回攻撃しただけで終わってんだ。弓はどう考えても触ってないと思うんだけどな。剣はまあしょうがない。とりあえずバフが積んでいっぱいんだ。じゃあちょっと一回帰るか。まあなかなかいい時間になっちゃったし、ここを登っていくのは次回に持ち越そう。ということで、わ、ガブガブだ。触ると猛毒。ほら、攻撃が止まる。触ると猛毒。飛行犯。なんだなんだなんだ、混乱したのかこいつ。転結。やばいやばいぞこれは。帰っていったよ、ヒュリリオって。どういうこっちゃ。ん、そうか、麻痺かなんかなんだな、きっと。これ死ぬぞ、最悪。全滅の恐れがある。逃げよう。あ、いけるか。おーら、やばい、死んだ。くそ、こんなところで、こんなところでやられるかー。おーだ、ちょっとめんどくさい。ガブガブもめんどくさいな。反撃してくるやつもいるし。あ、死んでねえんだよ。あれ、あ、あれ、なんだ、本当になんだ、全然わかんねえぞ。なんでユー復活してんだ。あ、これか、ツェルベルス。戦闘終了時ヒットポイント、マジックパワー、状態が戦闘終了前に戻る。ほんほんほん、 OK OK、 そういうことね。すげえ便利だな。戦闘が終わるたびに全回復する。というところで、じゃあちょっと吸血鬼城の探索は、次回やっていきたいと思いますので、今回はこれで終了します。